大晦日に太宰府天満宮へ大願を抱いて合格祈願にやってくる受験生は全国に星の数ほどいるのだろうが、私ほど神頼みに全てをかけている者は他にいないだろう。受験の際には一問目から鉛筆を転がすつもりだ。国立大学の受験に失敗して早3年。自分がいかに凡人であるかを嫌おうなく突きつけられ、友人たちから伝え聞くキャンパスライフを無双する日々。努力は必ずも報われるわけではないということを証明するように、机に向かう時間とは反比例して低空飛行を描く成績。胸を引き裂く模試結果に、もはや予備校に通うのさえ辛いと感じる自分には、神にすがる他に道はない。どうせ一か八かなら、鉛筆を転がして答えを書いても同じことだ。すし詰め状態の電車の中からようやく解放され、太宰府駅を降りると、すっかり日が暮れていた。大勢の参拝客で駅前はごった返り、交通誘導のホイッスルがあちこちで聞こえる。スピーカーから流れてくる雅楽の音色がいかにも年末らしくていい。腐っても受験生である。無論太宰府へは毎年やってきている。しかし、当初は応援してくれていた両親も、半ば諦めかけており、去年からはついに来ることさえなくなった。私も去年まではどこか惰性で祈願に来ていたような気がする。年末は毎年予備校の年越し特別講習に参加し、訪れるのは三が日ギリギリになっていた。しかし今回は違う。年が明ける瞬間に合格祈願をする。お守りを買い、初日の出を見るのだ。何の根拠もないが、とにかくご利益がありそうじゃないか。一人で大晦日の夜を過ごすというのは寂しいな、と思わなくもない。もちろん誰かと来たかったが、友人たちは皆、恋人と過ごすので忙しいか、あるいは年末に寒い思いなどしたくないとすべて断られてしまった。もちろん私に恋人などはいない。浪人生に恋愛にかまけているような時間はないのだ。参道へ続く流れに乗り、最初の鳥居をくぐった時のことだった。うわっ!ドンと突然壁にぶつかった。いや、壁ではない。壁は服など着ていない。顔を上げると、そこには身長が2メートルはあろうかという大男が、仁王立ちに立っていた。まさしく容姿も仁王像そのもので、筋骨隆々とした肉体をしているのが服の上からでもわかる。赤いスカジャンには恐ろしい顔をした虎が描かれていた。ギロリと男がこちらを睨みつける。その恐ろしい顔と言ったらない。私がもし鶏であったなら、恐ろしさのあまり卵をプリッと出していたに違いない。すいませんでした。立ち上げた髪は金色。もみあげまで染めているのか、まるで獅子のように見える。回れ右して逃げ出そうとした私の頭を、巨大な手がつかむ。まあ待て。人にぶつかっておいてそのまま逃げようというのは無礼ではないか。ああ、カツアゲだ。年の暮れに金品を奪われるだなんてついていない。私は泣く泣く財布から1万円を取り出すと頭の上に掲げて献上した。所詮この世は弱肉強食だが、人間は金銭で安全を変える。これで勘弁してください。なんだこれは。え、カツアゲじゃないんですか。ゆすりなどするものか、アホめ。坊主、貴様見たところ一人で暇そうにしておるな。いや、暇ではないんですけど。何か用事があるのか?ぐるるとうなるように言うので、繊細な私の心身は縮み上がった。いえ、
特にはその。おれ見ろ、暇ではないか。ちょうどいい、世の手伝いをせえ。何、時間はかからん。そんな義理はない、と一括できたらどんなにいいか。学生の頃からこういう筋肉で何事も解決するタイプの野蛮な人間とは、関わり合いにならないように努めてきたが、なぜかこうしてすぐに目をつけられてしまう。この大男が肉食獣なら、私はか弱い草食獣。なすすべなどない。わかりました。おう、礼を言うぞ。何しろここへ来るのも12年ぶりでな。いまいち要領がつかめん。印を見つけてしまえば話は早いのだがな。この目で見るまでは思い出せんのだ。その印って何なんです？だからこの目で見なければわからん。一目見れば思い出すんだがな。待ち合わせ場所にしとるんだ。あの方をお待たせすると後が怖いのでな。急がんとならん。手がかりがないにも程がある。待ち合わせ場所なんですから、あらかじめ話し合って決めたんじゃないんですか？いやー、最後に話したのは12年前になる。絶句する。もしかしてこの大男は、12年前の約束を律儀に守っているのか？それでしたら、携帯で連絡を取ったらいかがです？そんなもん持っとらんわい。そもそも相手が約束を覚えているのかさえ怪しい。いや、こんな大男との約束をすっぽかすのも恐ろしくてできないかもしれないが。僕がいても役に立てるとは思えないんですけど。いや、これも何かの縁だ。最後まで付き合ってもらうぞ。がしりと大男の巨大な手が私の頭を掴んで離さない。共通の知り合いとか近くにいらっしゃらないんですか？大男は腕を組んでしばらく思案して、王と手を打った。すっかり忘れておったわ。あやつなら今頃間違いなく仕事に追い回されておるわい。おい小僧、この店を知らんか？手渡されたのは、ぐしゃぐしゃに潰れた随分と古い境内の案内図。参道に並ぶ店の一つに赤く丸がつけられている。まさかこれも12年前のものというのだろうか。ああ、ここならすぐそこですよ。よし、行こう。急がねば年が明けてしまうぞ。大勢の参拝客の中で、この男だけが異様なほど大きく目立っていた。しかし日本人らしいというか、だからといって特に何があるでもなく、淡々と並んで前に進んでゆく。坊主、貴様受験生か？一応そうですね。まあもう三浪もしてますけど。お、そいつは素晴らしい。見上げた根性だ。いえ、別に何も素晴らしくはないですけど。謙遜せずともよかろう。それほどの年月を勉学に打ち込んでなお、叶えたい望みがあるのは素晴らしいことだぞ。夢を持てとは言わんが、夢がある方が人生は輝くと言うからな。叶えたい望みと言われて、思わず言葉を失ってしまった。私は国立大学に合格することを望みとしていたが、よく考えればそれは見当違いな気がする。私は大学に合格し、果たしてその先に何を望むのだろうか。友人たちのような華やかなキャンパスライフを送りたいと、漠然としか考えてこなかった。別にそんな大それたものじゃありませんよ。ふんふん。なれば、今から貴様には素晴らしい縁を結んでやろう。何？礼には及ばぬ。横で大男が何やら大声で話していたが、私の頭では先ほどの言葉がぐるぐると繰り返されていた。おう、坊主、ここか？え？あ、はい、ここですね。
参道に面した年季の入った土産物屋で、店員たちが慌ただしく梅替え餅の販売をしている。おうおう、思い出してきたわ。坊主、少しそこで待っておれ。大男は年の年配の女性に親しげに声をかけると、すぐに店の奥へと案内された。2階へ続く階段へ無遠慮に上がって行き、私はポツンとその場に取り残される。今のうちに逃げてしまおうかと思った私に、先ほどの年配の女性が声をかけてきた。いらっしゃいませ。今年はあなたが選ばれたのね。大変だと思うけれど、どうぞよろしくお願いします。深々と頭を下げられて困惑する。はあ。梅替え餅、お好き？あ、はい。よかった。焼きたてだから火傷しないように気をつけて。受け取った梅替え餅は、確かに熱く、慌てで両手で転がして冷ます。ありがとうございます。2階は宴会場か何かですか？ええ、普段はそうね。でも毎年年末年始にかけては大切なお客様たちに座敷をご提供しているの。夜通しで何日も交代しながらお役目を果たされる。そのお手伝いができるのはとても光栄なことよ。あの人もそのメンバーなんですか？そうよ。あの方にしかできない大切なお役目をお持ちなの。でも、それはあなたもでしょ。梅替え餅を頬張ると、塩の効いたあんこの甘みが口に広がる。いえ、僕は強引に連れてこられただけです。それでも、選ばれたのはあなたよ。それからしばらくすると、2階から大男が誰かと一緒に降りてきた。見るからに疲労困憊といった様子でなんだか顔色が悪い。目の下にはクマがあり、眠そうに何度も瞬きしていた。いや、どうも。今年捕まったのは君か。ご苦労様。痩せっぽちの彼はそう言うと、椅子に腰掛けて首をボキボキと鳴らす。戻ってきた大男は異様を成し遂げたようにふんぞり返っていた。おう、坊主、そこに直れ。え？どうしてですか？よーく聞けと前置きを言う。目の前のこやつこそ、何を隠そう、太宰府天満宮の最新たる菅原道真よ。はあ、意味がわからない。どう見ても働きすぎの大人だ。勉学の神様のようには見えないし、もし彼が本当に太宰府天満宮の神様であらせられるのなら、拝殿の奥に帰るべきだ。いきなり何を言うんですか。やめてください。目の下に熊のある神様は迷惑そうに言って、改めて私に頭を下げた。はじめまして、菅原道真と言います。すごい名前で驚いたでしょ？確かにすごい名前だと思う。名古屋で織田信長と命名するくらいの名乗るのに勇気がいる名前だ。はい。大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。年末年始は仕事からどうしてもね、2階に詰めている同僚たちと徹夜でことに当たっているんだが、修羅場だよ。でもこれが務めなのだから仕方がない。社会に出ると、年末年始までこれほど必死に働かなければならないのか。ブラック企業には気をつけよう。彼の道案内をしてくれてありがとう。あなたのような方がいるから、私たちも安心して年を越せます。いいえ、成り行きというか、断りきれなくて。菅原さんはその待ち合わせ場所というのはご存知ですか？いえ、私も知らないのです。こればかりは探してみるしかありません。最近は特に少なくなってきましたから、なかなか骨が折れるでしょう。
菅原よ。では印について教えてくれぬか。ダメですよ。私たちは教えてはならないという決まりですから。破れば私が叱られてしまいます。どうにかならんか？どうにもできません。なら仕方あるまい。お顔を当たろう。よし小僧、せっかくの機会だ。何か願いはないのか？どうせ後で本殿へ参るのだろう。ここで本人に祈願しておけ。そうですね。実は僕、国立大学の受験に失敗して、もう三浪しているんですが、今年こそ受かりますかね。自分でも何を言っているのかと恥ずかしくなったが、彼は真剣に私の顔をじっと見て、何か考えてくれているようだった。神に祈っても合格を約束してはくれませんよ。そうですよね。神前は神に誓う場所です。自らの力を尽くす誓いをし、最後の天陽を神に乞う。天候など人の力の及ばぬ範囲には神が力を貸しますが、人の力の及ぶ範囲は人が行わねばなりません。受験は自分次第だということですか。運任せにしてはならないということです。ドキリと胸の内を見透かされたような気がした。受験に限らず、生きるということは本来そういうものですよ。なすべきことを見定め、なすべき時になすべきをなす。それも自分自身でそれと決めて。これが最も難しい。私は国立大学に入学するのが目標でした。でも何のために大学に行くのかということを考えてきたことがなかったんです。大学生になりたい。ただそう漠然と思っていただけなんです。大学生って楽しそうだなって。なぜ会ったばかりの人にこんな話をしているのか。自分でも不思議に思ったが、彼は特に嫌がるでもなく、応用にうなずいてくれた。倒れてしまいそうなほど疲弊しているのに、どうしてこの人はこんなに優しいのか。それが悪いということではありませんよ。あなたはまだ若い。これからたくさんのことに出会うでしょう。あなたの中にはない価値観と出会い、その度に新しい世界が見えるはずだ。これしかない、などと世界を狭めるような真似は、もったいないことです。神頼みは、無駄ですか？あなた次第ですよ。頑張って。彼はそれだけ言うと、肩を回しながら再び2階へと上がっていった。ふふん、勉学の神というのも、伊達ではないの。いや、本当に。もしかしたらと思ってしまうほど、彼の言葉には力があった。今からどこへ？店を出た私たちは、参拝客の流れに任せて、鳥居をくぐって拝殿へと向かう。赤橋に並ぶ人々を横目に、大晦日の夜によくもこれほどの人が集うものだと感心してしまう。実はな、口を滑らすやもしれんお方に心当たりがある。偏屈で怒りっぽく話も長いが、ああ見えて慈悲深くもあるんでな。もしかするともしかするかもしれん。また神様ですか？当然だ。年末年始の神社など、八百万の神々のるつぼよ。ここ太宰府なぞ、石を投げれば神に当たるわ。そんなにたくさん集まって何をしようって言うんです？そりゃあ小僧、貴様のような者たちの願いを聞き届けようと集まるのよ。これほど多くの大願を一柱でどうこうできるはずがなかろう。ゆえに神々が合力しようと集うのは当然のことだ。そういうものですか。苦難は大勢で乗り越えた方が良いと思うのは人と変わらぬわ。自分でもどうかしているが、
与太話だと笑えない気持ちになっていた。私はこの世の中のことを知っていた気になっていたけれど、実際にはほとんど何も知らないのじゃないだろうか。しかし当面の問題は、あのお方が今どこにおわすかだ。お家にいらっしゃるんじゃ？いや、あの方の動向はまるで見当がつかん。昨年は宝船へ人間をお連れしたとかで、随分とあちこちから妬まれたそうだが。宝船とは何なのか気になったが、ぐっとこらえる。まあよい。とにかく社へ参ろうか。となれば手土産の一つも用意せねばなるまい。男は辺りを見渡すと、太宰府幼稚園の前に並ぶ露店の一つを指さした。坊主、あそこの天津甘栗を買ってくれ。買ってくるのはいいですけど、お金は？持っておらん。見ての通りのスカンピンじゃ。そういえば手荷物一つ持っていない。携帯も財布も持たずに出かけるなんて、神経がずぶとすぎる。はあ、いいですよ。買ってきます。一番でかい袋で頼むぞ。露店で天津甘栗特大を買いながら、改めて自分は何をしているのかと思わずにはいられなかったが、不思議と怒りが湧いてこないのはどういうことか。あの大男の人徳だろうか。買ってきましたよ。おうおう、すまんな。後で何らかの形で恩を返さねばな。では行こうか、と大男はそのまままっすぐに拝殿の横を通り、本殿を迂回する形で神社の敷地の背面へと回って行く。お参りしないんですか？さっき最新と直接話してきただろう。今さら何を願うのだ。でも、お守りとか。後にせい。急がねば年が明けてしまうぞ。明けたらどうなるんです？まずいことになる。具体的には？こう、ドカーンと。手を大きく広げて何かを表現しているが、象徴的すぎて意味がわからない。ま、とにかく間に合えばよいのだ。そうして拝殿の後ろから小高い丘の上へ続く道へ、ずんずん進んでゆく。太宰府天満宮の敷地内にこんな場所があったなんて知らなかった。あちこちに朱色の上りが立っており、そこには開白稲荷社という文字が書かれている。まだ登るんですか？傾斜が地味にきつい。運動不足の浪人生には辛い道のりだ。若いくせに足腰が弱いの。もっと体を鍛えねばならんな。普段はこんな場所になんて来ないからいいんです。膝がガクガクする。長い坂道をスイスイと進んでいくものだから、追いかけるだけで精一杯だ。たわけ。心身を鍛えるのは大事なものの危機に駆けつけるためよ。いざそのような場面に出くわしても、貴様はそんな言い訳をするのか。バシバシと背中を叩かれる。巨大な手のひらは私の場合は大きい。正しく鍛えられた鋼は曲がらず、折れぬもの。何、貴様はまだ若い。今からでも高品質プロテインと激しい筋トレを積めば、必ずや鋼の肉体を手に入れられよう。八切れんばかりに張り詰めた胸筋が、まるで別の生き物のように動くのを見てゾッとした。石段の先に赤い鳥居が見える。おう、よかった。無駄足にならずに済んだぞ。目の錯覚か、小さな社の前にこたつがある。こたつの上にはみかんがかごに山積みにされており、左右に神主と巫女の格好をした男女がそれぞれ座り込んでいた。神座にはいかにも機嫌が悪そうな老人が厳しい顔でこちらを見ている。招いてもおらぬのに勝手に我が御所へと上がり込むとはどういう了見か。回れ右して帰ろうとする私の首根っこを大男がつまみ上げる。プランと両足が地面から離れてもはやなすすべなし。憎まれ口は相変わらずですな。
おれ、手土産も持参しております。天津甘栗が好物だったでしょ。どうせ貴様が買うたものではあるまい。おい、そこのもやし。そこに突っ立っておると景観が悪くてかなまん。はようこたつへ入らんか。おれ。初対面でもやし扱いされたのにも驚いたが、この寒空の下でこたつで平然とぬくぬくしていることが一番の驚きだ。よく見ればこたつの下にはホットカーペットまで敷かれている。靴を脱いでカーペットに上がり、こたつ布団の中に足を入れる。その瞬間、凍えていた足と尻が熱に溶けるような快感があった。どうじゃ、寒空の下で入るこたつは格別であろう。今宵の働きを期待しての地層、とくと味わうがよい。老人はそう言うと、カゴのみかんをこちらに投げてよこす。枝葉がついたみかんは手に取っただけで香りがあたりに広がり、指で剥けばスルスルとほどけるように皮が落ちた。大粒の実を一粒、口に放り込む。歯を立てると薄皮が破れて、濃厚なみかんの果汁が口の中に溢れ出す。あまりの美味しさに驚いてしまうほどだ。これは本当にみかんなのか？もしそうなら今まで食べてきたみかんは何だったのか？うまいか、小僧。はい、これってどこで売ってるんですか？これはな、大国主の御事が自ら作ったものよ。まさに甘露よ。こんなに美味しいみかん、初めて食べました。感動しました。たんと食え。病や傷も立ちどころに平癒しようぞ。慢性鼻炎にも効きますか？無論だ。みかんをむさぼり食べる私を見て、大男が笑う。昨年はまた無茶をなさったそうですな。ただ人を宝船へ招くとは。ふん、招き入れてはならぬと御事の利を賜ったことはないわい。それよりも貴様らこんなところに立ち寄るとは、随分と余裕があるの。日をまたぐまでもう半時もあるまいに。なんのなんの、浮かの御霊様のご座所に立ち寄らぬわけには参りますまい。しかし何か寂しいと思えば、主生の類が見当たりませぬな。老人はむっすりとしたまま押し黙っていたが、隣に座る美女がクスクスと笑った。実は恐れ多くも、大御神様より直々に、今宵は酒を慎み、身を慈しむようにと文がございましたの。ですから今夜は一滴も口にしておられません。なるほど。それはたがえるわけには参りませんな。ですから、今宵ばかりはこうしてみかんで留飲を下げておいでです。美女はそう言って、剥いたみかんを一粒老人の口へと放り込む。あんな美女にみかんを口に入れてもらえるのなら、どんなことでも我慢できるだろう。紳士がいらぬことを言うでないわ。美女を押しのけ、傍らの天津甘栗の袋を抱き寄せる。ええ、供物は受け取った。貴様らはさっさと行くがいい。万が一のことがあらば年が越せぬわ。浮かの御霊様、その件で一つ伺ってもよろしいか。なんじゃい。12年前自分は何を印として探しておったのか教えてもらえぬでしょうか。沈黙が訪れ、老人の指から甘栗がころりと落ちて転がる。貴様、よもや印を忘れたというのではあるまいな。どうやらそのようで。老人は怒鳴るかと思われたが、呆れたように額を押さえて黙り込む。どうなさいました？頭痛がしてきおったわ。どうして貴様らはそう揃いも揃って肝心なことを忘れるのだ。12年も間が空くと記憶が曖昧になっていけませんな。バカ者め、知っておろうが、
我らの口よりそれを教えることはまかりならぬ。ヒントだけでもどうか。何のために人に手を引いて導かれるのか、その意味をよく考えよ。老人がこちらを見て、みかんをもう一つ投げてよこす。小僧、貴様はわっぱの頃に作ったことがあろう。よーく思い出してみよ。え？我が文社を忘れたとは言わせぬぞ。その言葉に脳裏を子供の頃のあれこれが通り過ぎてゆく。年の暮れ、子供会、近所の神社のイベント、正月飾りをみんなで作った。そうだ、あそこも稲荷社だった。あ、こたつから勢いよく立ち上がり、慌てて靴を履く。なんだ坊主、やぶから棒に。わかりました。思い出しました。急いでください。おお、本当か。大男の手を引き起こして、老人たちに一礼する。ありがとうございました。礼には及ばぬ。きびすを返した背中に、はよういけいと老人の声がした。年が明けるまでもう15分もない。石段を駆け下りながら、木々の向こうに太宰府天満宮の明かりが見える。市街地までは間に合うかどうか、それに今時、あれを飾る家なんてそうはない。実際我が家にもないはずだ。小僧、印が何か分かったのか？はい、門松です。あの時、子供会の集まりで稲荷神社の神主が話してくれたのを思い出す。正月飾り。特に門松は新年を迎えるため、年神の目印として家先に飾るのだと。大男が立ち止まり、おうと声を上げた。そうだ、思い出したぞ。門松、門松だ。ははどうして忘れておったのか。年神様はそこでお待ちだ。急がねば。でも、走って間に合うかどうか。歩いていては到底間に合わぬ。本来ならば許されぬが、今宵ばかりは神々にも目をつむっていただこう。その瞬間、男の体が闇夜に溶けるように滲んだかと思うと、石段の上に巨大な虎が現れた。金色の体毛、夜よりも濃い縞模様、口の隙間から覗く牙が恐ろしい。けれど、不思議と逃げ出したいとは思わなかった。この不思議な夜に、もう何が起きてもおかしくはない。乗れ。雷のように響く声。こごんだ首の肉をつかむと、体毛がふわふわと柔らかく、暖かい。またがってみるととてつもなく巨大な首だとわかる。一瞬力を蓄えるように体を沈めると、駆け上がるように夜空へと飛翔する。いてつく空気が頬を刺して、寒さに耳が痺れた。眼下には天満宮の明かりと参拝する人々が見えたが、誰も夜空など眺めてはいない。はは、はは。あまり声を上げると見つかるぞ。いや、なんだかおかしくて。人を背に乗せるなど、どれほどぶりかわからぬわい。行きましょう。おうさ。夜空を踏みつけ、虎が闇を疾走する。夢でも見ているような光景だが、身を刺す寒さが嫌おうなく、これは現実だと突きつけてくる。このまま走り続けていれば、私は凍死して地面へ墜落するだろう。しかし焦る気持ちとは裏腹に、なかなか門松を飾っている家がない。これでは年神がやってこれないじゃないか。見つかりません。小僧、きっとこれは貴様ではなくては見つけられん。他の誰でもいかんのだ。でも、人事を尽くさねば、神のご神徳は得られぬぞ。願うような気持ちで家々を見つめる。不意になんとなく、本当にただ視線を投げた先に、それはあった。ありました。生垣に囲まれた古い日本家屋。
入り口には松の木があり、門扉の前には立派な門松が一対飾られている。音もなく家の前へと降りる。虎の背中から降りるのがなんだかもったいない。やっと来た。声に振り返ると、いつの間にか門松の隣に制服姿の女子高生が腕組みをして立っていた。マフラーに手袋までしているのに、スカートの丈は短いというのがいかにも女子高生らしい。遅すぎ。どれだけ待ったと思ってんの？ポカンとしている私の背を虎の頭がぐいと押す。小僧、このお方が大年神様よ。武神スサノオの御事様の子にて、宇賀の御霊様のご兄弟でもあらせられる。女性なんですね。しかも女子高生だとは思わなかった。ヒゲの生えたおじいさんをイメージしてた？あ、はい。私はね、年を迎えるたびに姿形が変わるの。それに私のよりしろはそっち。この姿は借りているだけ。門松を指さして微笑む。その瞳が琥珀色に輝いていた。監視を導く務めを全うしたこと、誠に大義である。朗々とした声が響き、彼女の背後に五光が差す。まるで夜明けの太陽のような眩しさに、思わず目を閉じる。不意に手のひらの中に、虎の尾がするりと飛び込んできた。小僧、今宵の道行き、誠に愉快であったぞ。息災に人事を尽くして暮らせ。光に飲み込まれるように、意識が白く塗りつぶされてゆく。私は声を上げることもできずに、その光に飲み込まれていった。気がつくと、一人で門の前に立ち尽くしていた。年神の姿も虎の姿も見当たらない。ごーんとどこかで除夜の鐘の音が聞こえる。年が明けたのだ。今夜の出来事がなんだか夢だったような気がした。追い詰められた浪人生が見た明晰夢だったのではないだろうか。右手の違和感に気づいてみると、手首に金色の網紐があった。電灯にかざしてみると、こうこうと光を弾いている。触れてみれば、あの虎の毛並みそのものだ。今年はもう、お守りはいらないかな。新年の夜空に吐いた息は白く、軽やかに高く広がって消えた。なすべきを見定め、なすべき時になすべきことをなす。特別なことでもなくていい。私がすべきと思ったことを、懸命にしたらいいのだと言われたような気がした。きっと私たちが思っているよりもずっと身近で、神々は私たちのことを見守ってくれている。その証拠などなくとも、私はもうそれを信じることができる。帰ったら近所の稲荷社にもお礼参りに行かないと。大好物の天津甘栗を持参して。その前に初日の出を眺めに行こう。一度立ち止まって、呼吸を整えて、新しい自分のことを考えよう。きっと、今年は、良い年になる。